化ケツによる前傾訓練です。ヘリコプターから巡視船へ海難救助のスペシャリスト自動救難士が降下します。だってこのコードから行ってあそこあれ違うから、そうね、高千穂と本線を搭載ヘリコプター1ヶ月による連携訓練は、病床の船内で発生した病人をヘリコプターへ釣り上げる救助を想定しております。